さあまたも浅井隆です。斜め上からでちょうどいい。本日は殿様営業で売れあっぱれ。さて今日は営業についてお話をしていきたいと思います。営業のプロ必須要件としてまず何が重要か。このね、下から潜っていく営業とも気持ち悪いですね。まあ20代30代の方だったらまだいいですが、もう40、50のいい年したおっさんがですね、もうへいこらへいこら頭下げてお願いしますお願いしますって、誰がそのお願いを聞くのかと。例えば皆さん街中歩いていて、あ、すいませんこんにちは、1万円ください、1万円あげます。自分にメリットがなかったら1万円なんかあげないですよね。逆にじゃあ1万円くれたら2万円あげますって言われたら、もうそれは喜んであげますよね。いわゆる取引というのは自分にメリットを感じてその取引を、取引が成り立つわけです。ということはどんなに営業がですね、もう媚びへつらってお願いをしたところで売れないものは売れないわけです。まあせめてね、なんか街中のアンケートお願いしますとかっていうんだったら、もうしつこくしつこく丁寧にお願いしますお願いしますで、まあいいかなっていうのはあるかもしれませんが、まあこれが50万、100万、200万、1000万、1億の契約になってきたときに、お願いしますで通用するかって言ったら絶対通用しないですね。プロの営業としてはやっぱりこう対等なね、この立ち位置、関係値を築いて、プロとしてやっぱりこの、取引をしていく。まあまずこのね、土台作りというのがとても大事になってきます。実は僕もですね、これ若い頃結構失敗しましてね。お客様に住宅の営業をやっていた時にですね、お客様に最後どうしても月末だったので契約が欲しかったんですよ。でお客様のご自宅に伺いまして、本日どうしてもご契約をいただきたいんですと、もう理由はもう率直に申し上げますと、営業成績の問題でございまして、月末なんで今日はどうしても契約を持って帰りたいんです。どうか僕を男にしてくださいということで頭を下げました。そしたら何て言われたか。どうして私が君のお願いを聞かなければいけないんだと。もうグーの音も出なかったですね。当たり前なんですよ。お願いして通用しない、まあ、これが営業の世界でありますので、正しいお客様といい関係を、ね、築いていただきたいなと思っております。で私が過去ですね、営業を教えてくれてるね、教えてくれていた先生がいまして、浅井さん営業はねもう殿様になった方がいいですよと。もう下から潜る営業はもうやっぱ売れませんと。上から行くぐらいがちょうどいいんですと。上から行きましょうということで分かりましたと。まあ素直な僕はですね、よし上から行ったろうというところで、まあ当時僕は住宅のね営業をやっていましたので、住宅展示場って皆さん分かりますかね。いろんな住宅会社があってね。でそこにお客様が来て接客をしてプレゼンテーションをして気に入っていただいたらプランを作って見積もりを出していくって、こういう営業手法なんですね。でよし上から行ってやろうということでお客様がいらっしゃいましたよね。今までは「どうもこんにちは」みたいなね、一生満面の笑顔で迎えておりましたが「あどうもいます」みたいなね、こういう感じ、いう感じで上から行きました。そしたらなんと3件続けてドクレームが入りました。なんだ生意気な営業はと。いうところで難しいですね、難しいですね。ただ下から潜る営業も当然上からもダメなんですが、僕自身はそれ試みて、あこれやったらダメなんだなっていう非常にいい経験が生まれました。だからいい塩梅というのをね探るようになりましたね。塩梅というのは塩加減ね、梅をつける時の塩加減、塩が多すぎてもしょっぱいし塩が少なすぎても味が足らないっていう塩梅、いい塩梅ってありますよね。だからお客様との関係値作りでどこまでこう柔らかくしていいのか、どこまで硬くした方がいいのかってありますよね。これいろいろやってみて自分でやっぱり感覚掴んでいかないと、本当絶妙な塩梅っていうのはやっぱり掴めないなというところで、まあ皆さんにはもちろんねそういう失敗はしていただきたくないので、お客様と本当にプロとしていい関係を築いていくためのポイントで今日7つに絞ってですね、ちょっとお話をしていきたいなと思っております。でまずまあなんだかんだ言ってもやっぱり身だしなみってすごく大事なんですね、営業していく上で。まあ、当然ながら皆さん老けだらけで清潔感のない、もうなんかこう鼻ピアスしてるような人から高額商品買うかって言ったら当然買わないですよね。で、僕はですね売れない営業マン時代当時の社長にね何て言われたかっていうと、お前はダセえから売れないんだみたいな、もう今じゃなんていうんですかね、もうパワハラ、もうバンバン人格否定ですから、まあどうかなと思いますが、まあ一応でも僕はねそれ気づけたわけですよ。で当時僕の服装がね正直言ってイケてなかった。ワイシャツはねグレーのワイシャツとか、まさかグレーのワイシャツ着てませんよね。もうやばいですそれ、特にね男性はグレーとか、あとね茶色のスーツとかね、20代なのに茶色のスーツ、もう40、50でも茶色のスーツはきっても全然いけてないです。営業としてもう明確に言ってきます。でそういうのを選んじゃうんですよ男って、センスがないから。で僕はどうしたかというと、当時ねまだ売れてないでそんなお金がなかったんで青木に行きましたね。で店員さんにおそらくパートの おばちゃんだと思うんですが、実はですね僕こういう住宅の営業をやっていまして、どちらかというとちょっと価格高めで富裕層向けなんですよと。なのでこうしっかりした安心感のあるような感じでこう出していきたいんですっていう相談をしましてね。でおばちゃんに全部もうスーツからネクタイからワイシャツまで全部コーディネートしてもらいました。これがですね非常にお客様から好評でして、浅井さんはいつもセンスがいいですね、浅井さんはいつもセンスがいいですねって言われるようになったんですよ。で、まあ、僕は住宅の営業をやっていたので、これだけセンスがいいんだから住宅もセンスのいいものはやっぱり提案してくれますよねって、こういう流れになってくるんですね。なのでまず身だしなみ、髪型もそうですし、身につけるもの、別にブランド品とかね高価なものを身につけましょうということではなくて、やっぱり、その仕事に合った、正しいなんていうのかな、この服装、身だしなみ、それから、まあ、色合いもそうですが、特にこれね僕おすすめしたいのは、女性の方は男性に選んでもらった方がいい。もう大体ね、もうこれ言葉悪いですけど、女性の言う可愛いは可愛くないっていうね、こういうパターンありますよね。でそれから男性のかっこいいとか渋いっていうのは 女子から見たらめちゃダサいので、おすすめは基本的には第三者に選んでもらう。できれば異性の視点で選んでいただくっていうのが、これ僕すごく大事だなと思ってます。ちなみに浅井のスーツ、ネクタイ、ワイシャツ、カプス、靴、全部うちの奥さんに選んでいただいております。毎日ね朝起きるとワイシャツから、このカプスからネクタイからスーツから全部ね、もう一日のコーディネートしてありまして、靴もねなんと磨いて玄関に置いといてくれるっていうね、素晴らしい妻でしたね。だからそうやってやっぱり第三者のコーディネートっていうのはやっぱり本当におすすめです。でビシッとしてるとやっぱりそのいい効果って現れますよね。なんとなくちゃんとしてそう、このなんとなくちゃんとしてそうがすごく大事なんです。よく人間というのは、この人って自分にメリットがあるのかな、危害を加える人なのかなっていうことを直感的にね判断するわけですよ。いい人かな悪い人かなっていうこと。大体皆さん、例えば電車に乗っていてね、席が一つ空いていた時に両隣の人をちらっと一瞬見ますよ、自分が座る前に。大丈夫かなって。だってそこでなんかちょっと汚らしい人とかなんか怖い人だったらやっぱり敬遠するじゃないですか。というように一瞬で人間ってやっぱりこうパッと見で判断するんですよ。だからどんなに皆さんが素晴らしい提案をしても、どんな人間性が豊かだったとしても、この見た目というところであれこの人どうなのってなっちゃうと、これもったいないんで、しっかりねやっていただきたいなと思います。逆にパリッとしていると、まあこれ制服効果なんてね言いますが、まあ白衣着てるとね、なんかお医者さんには敬意性があるような感じがしますよね。皆さんが病院に行ってどうですか、お医者さんがなんかベルサーチのねガラガラの、ジャージ着てね、こう鼻ピアスで金髪でね、どうですか今日とかと言われても大丈夫かなこの医者って思っちゃいますよね。はい、ですのでまずはしっかりね身だしなみを整えていただく、できれば第三者のこの異性の視点、これをお勧めしたいと思います。はい、で2つ目になりますが、話し方、やっぱりこれ大事ですね。特に話し方というのはやっぱこう抑揚をつけていく。で淡々と話した場合と抑揚をつけたで話をする場合と、話の内容が全く同じでもこれ楽しさ、まあ伝わり度合いというのが実は変わってきます。話し方次第で。これ以前ですねテレビでも実証の番組やっていまして、全く同じ話をこうずっと平坦で淡々としゃべる、私の趣味はですねみたいなね。で一方で今度は全く同じですよ、使ってる言葉も同じで笑顔で楽しそうに話をすると、聞いている方はどちらが楽しかったかっていうと、当然ながら抑揚や表情があった方が楽しいというふうに伝わる。なので話し方っていうのはやっぱりスキルでもありますし、表情もねやっぱりスキルだと思うんですよ。笑顔っていうのもやっぱ使ってないと顔硬くなりますしね。この辺りというのはやっぱり自分のいい表情の作り方っていうのも鏡を見ながらですねやっぱり意識していかないと最初はできないかなと思います。うまいでしょ、はい、これは何回も練習してますんでね。はい、それから抑揚をつける時にはポイントが3つだけありますので、ちょっとこれ簡単に解説をしていきたいと思います。まずはいわゆる強弱というものですよね。何かを強調したい時にはすごく強めに言うっていうね、こう強めに言うっていうのがいいですね。殿様セールスですよ、殿様営業がいいんですっていうように強めに言っていくっていうのも一つで、次に今度はスピードをね変えていくんですね。強弱というこの前後のイメージから今度はこの横のイメージね、少しこうゆっくり話をする。今日は特別なご案内がねありまして、殿様の営業の方法をお伝えしていきたいと思いますというように、ちょっとスピードを変えるといわゆる強弱がさらに増していきますね。で最後間を空けるというねこれはめちゃめちゃ開けましたけどね、はい、間を開けすぎるとね間延びね、間がないと間抜けなんて言いますが、適宜ね間を開けていくっていうのは強調していく時にはとても大事でしょう。はい、でちなみに間を開けるって結構ね皆さん難しいというふうにおっしゃるんですが、大体人間しゃべる時に「あ」とか「う」とか「え」って結構言いがちなんですよね。ですね、僕はですね出身がですね東京でして、近くにですね国立競技場もありましてね、他にはですね、神宮の球場もありまして、この「え」っていうのが聞きづらいですよね。逆に「え」を排除すると自動的に間ができます。私の出身は東京です。渋谷区の千駄ヶ谷です。近くに国立競技場がありますみたいなね、あとか上をなくそうというふうに心がけていると自動的に間ができるというね、これは非常にとても大事なポイントです。はい、では3点目いきたいと思います。主導権、営業はやっぱり主導権握っていきたいですね。リードしていきたいですね。お客様に主導権握られてしまうと見積もり出して「いやまだ高いですね」「あ分かりました」「これどうでしょう」「あまだ高いですね」こんな感じで主導権握られちゃいますよね。ですので極力主導権は握ってはいきたい。ですがこれはインターネットがやっぱり普及しまして、お客様の方がその提供する商品やサービス業界について知識がもうより多く持ってるっていうケースがもう普通になってきました。昔の営業はですね、何にせよお客様は情報が少ないから情報を持ってる営業がもう自動的に営業という立場で主導権があったんですよ。でお客様は知らないと思いますが今こうなんですよああなんですよっていうねいうところで、説教系ではありませんがどちらかというと私が言ってることは間違いありませんよという形でこのイニシアチブね主導権を握れたわけですが、今調べれば情報いくらでもありますので場合によってはお客様の方が全然詳しいなんていうことがあるわけです。その中でこの人だったらもう間違いないなと言わせるのは何かというと、実はねたった一つの深い知識を持つっていうのがとても大事です。たった一つでできればなんかこうマニアックな方がいいですね。ちょっとこれはね住宅の業界の話なんで皆さんピンとこないかもしれませんが、大体住宅っていうとねこの壁の材料とかキッチンだとかね、そういうメジャーな話ではなくて、もうこの作り込みこの壁と天井のこの際の部分をですね、どういうふうに作るか。いわゆるこのクロスでこうモールというもので押さえていくのか、段差を一段上げましてこうぼかしていくのかみたいな話とかですね、この木材の組み合わせみたいな普通の住宅の営業が話さないようなことを話をするわけですよ。でそうするとですね、あれこの人相当詳しいぞというね状況になってくるわけですね。なので全部を知らなくてもいいわけです。正直言って全部その業界とかその商品とかサービスの話を網羅していくというのは正直もう本当にプロフェッショナルレベルで知識を蓄えていくことは大事ではありますが、全部網羅するの大変なので、たった一つこれは語れるなっていう知識、これは誰も知らないだろうっていうような特別な知識というのを伝えていくと、こいつすげえなになるわけですよね。こういうのねハロー効果なんて言いまして、一つが秀でてると全てが秀でてるように思える。例えば優秀な経営者の方がいたとします、そうですね有名な方ですとホリエモンさんとかね、非常にこう有名経営者としては素晴らしい方だなと私思っております。で、経営者だから素晴らしいかといって政治について詳しいか宗教について詳しいかというと決してそうではないかもしれない。ですがホリエモンが言うんだから政治はこうするべきだとね、ホリエモンさんが言うんだからこの考えは間違いないっていう引っ張られますよね。だから有名人が言ってるとか芸能人が言ってるから間違いないっていうのは別にその業界のことじゃないのに、やっぱりなんか影響を感じてしまいますよね。これをハロー効果と言います。なので自分でそれをね発信するためにはたった一つの深い増資深いその知識というのを武器にねしていただくとよろしいかなと思います。はい、4番目。ここはですね、ちょっと取り扱いが注意なんですが、忙しいアピール、忙しさアピール、いや寝てないんですよみたいなねありますけど、あからさまなやつはちょっと嫌がられちゃうと思います。なのでこれはね、初心者にはちょっと向かないんですが、もう上級者向けということで聞いていただきたいんですが、忙しさアピールね。でこれどういう心理的な要因が働くかっていうと、人間ねダメって言われるとこうやりたくなっちゃうわけでしょ、ね、袋閉じもそうですし、ダメって言われるとちょっとだったらいいじゃんみたいなね、もうまさにメンヘラ状態。もうお前無理とかって言われたら、いや無理って言わないでみたいなね、もう拒絶されればされるほど燃え上がるみたいな、人間そういうなんかやっぱこうありますよね。はい、なのでちなみにこれをねスノップ効果とか希少性の法則なんて言いますが、実はすいません残り1つしかないんです、2つはダメですかみたいなね、お一人様3つまでですとかって言われると、3つは買っていいんだとかね、逆になんかそういうイメージ湧いてしまったりとか、なので僕いつでも暇ですって言われるよりは、実はですね、私365日毎日忙しく仕事をさせていただいておりますが、たまたま来週の火曜日の午前中の1時間だけ時間があります。この時間あなたにコンサルティングさせていただくことが可能です、いかがでしょうって言われたら、ものすごく貴重なその権利が獲得できるかもしれないっていうと、モチベーションっていうかね、非常にこう欲求がそそられるというところがあります。ですのでこれ営業でどう使っていくのかというと、もういつでもいいですと。いつでもいいですというよりも、アポ取りなんかもですね、もうお客様は自由に似てくださいと、いつでも合わせますみたいなのはなんかね聞こえがいいし、そういう営業の方が好まれるような感じが僕も若い頃しましたけど、そうじゃないんですよ。はい、すみません、その日は忙しいです、申し訳ございません、僕が対応できるのは来週のこの、曜日、この曜日何時から何時です、いかがでしょうかというところで、なんていうかな、そういう伝え方の忙しさアピールで、いやすいませんもう徹夜で仕事しちゃってとかっていうのは逆に危ないですからね。はい、ですので、アポ取りっていうのはある程度こう限定性を持たせて取っていくとか、こう絞り込みがね非常に大事かなと思っております。はい、それでは5番目になってきますが、この強みのね伝え方っていうのはとても大事なんですよ。営業をやってる上では必ず自分の強みだったり会社の強みだったり商品やサービスの強み、競合他社との違いなんていうことはやっぱり伝えていくべきなんですが、これねまず他社批判は絶対ダメです。他ダメですよ、うちの方がいいですよっていうのは絶対ダメです。嫌われます。でかといってうちの商品いいですよ、うちの会社素晴らしいんです、僕最高っていうのはやっぱ嫌われますね。なんでかっていうとこれ自慢話なんですよ。簡単に言うと、例えばそうですね、女性に対して僕がねアピールをするときに、いや僕は実は会社経営してましたね、年収は軽く7000万からだいたい年によって1億ぐらい、貯金は2億ぐらいしかないですけど、一応タワーマンションの屋上に住んでましてね、元芸能人の可愛い妻と今暮らしております。あ、学歴ですか、うん、東大ですけどね聞いてて楽しいです。自慢話ね、はみたいな、だからいう感じですよね。自分の強みを伝え、今全部嘘ですからね、はい、自分の強みを伝えたいにもかかわらずそれ率直に伝えると、うわ自慢話きたと思うんです。皆さん例えば居酒屋に行ってね、先輩や上司とお酒を飲みながら、いや俺もね若い頃やんちゃやってねみたいな話って武勇伝とかこう2時間とか3時間聞きたくないでしょ。人の自慢話なんかそもそも聞きたくないんですよ。でも強みは伝えたい。ここでね実はちょっとこれも高等な技術にはなってきますが、デメリットのように伝えていく。なので、例えば、いや、僕はね、住宅についてはものすごい知識があります。営業戦略についてはもうプロフェッショナルです。任せてください。なんていうよりは、例えば御社のね、営業戦略お悩みであれば、営業戦略については僕もオタクなんで、ぜひご相談ください。わかります？ちょっとデメリット風に強みを伝えていくっていうね、こういう伝え方が非常に効果的なんじゃないかなと思います。はい。それから6番目になってきますが、売り込まない。まあこれは、いろんな営業の本とかね、いろんなこの YouTube ので勉強されてる方は、なんとなくやっぱり営業って一生懸命売り込んで売れないなってことは、なんとなくご理解いただいていると思いますが、まあ徹底してね、やっぱりこう情報を提供するとか、お役立ちに徹するとかっていうことが、冒頭では大事かなと思うんです。最後はやっぱりですね、こう引っ張っていくというところが大事になってきますが、まずはね、この客観的にアドバイスをしていく。なので、うちの会社はいいんですというよりは、まず会社選びで大事なのは、こういう基準で選んだ方がいいんですよ。基準の提案。で、お客様のニーズや、お客様がどういう基準で選んでいきたいのかをさらに聞いて、うちの会社はじゃあ合ってますね、合ってませんね。もし合ってないと思ったら、本当に合ってないということを伝える。なんとかしてうちの会社の商品やサービスを売ろうじゃなくて、うちの会社の商品やサービスに合わないなと思ったら、はい、わかりました。お客様のご要望を伺いましたら、弊社の方ではお役に立てないかなと思います。っていう、この真摯さ、誠実さというのがとても大事です。それで、いや、本当にありがとうございましたというところで、いろいろ回って戻ってくるお客様もいらっしゃればね、戻ってこないお客様もいらっしゃいますが、やっぱり営業というのは対等でありますから、やっぱりしっかり誠実に対応していくということが、とても僕は大事だなと思っております。で、この客観的に判断基準を提供していくっていうのが、やっぱりこの自分の言葉に信憑性を持たせることなんですよね。で、皆さん、もうこれは日常になりましたが、飲食店に行くときにナビサイトって見るじゃないですか。なんだっけ、グルナビとかね。で、何見るかっていうと、口コミ見ますよね。第三者の客観的な意見はやっぱりすんなり入る。当事者の話ってすんなり入りにくい。だから自分が当事者、営業として当事者なんですが、客観的なアドバイス、客観的な情報提供、ここに徹していくっていうことがね、まずは大事だ。最後に自信です。自信。もう営業はとにかく自信です。すいません、うまくいくかどうかわからないんですけど、お願いしますって言われても、いや、無理でしょみたいなね。無理でしょと思わない。はい。もうやばいですよね。皆さん病院に行って、なんかね、じゃあなんか手術するとお腹切んなきゃいけない。もうちょっと手術すると、いやー、ちょっと、多分いけると思うんですけど、大丈夫かな、頑張りますみたいな。頑張りますとかいらないからみたいなね。頑張りますは通用しないですよ。だから頑張りますみたいなね。努力しますとかね。で、みたいな話になってしまうので、やっぱりね、自信を持っていただきたいですね。やっぱり自信が持てないという方はもう本当にたくさん多い。で、相手が自信たっぷりだと、なぜかやっぱ安心感受けますね。お医者さんのとこに行って、自信ないです、僕大丈夫かな、切れるかなとかって言ってる先生よりは、大丈夫、任せて、もうプロですから、もう絶対大丈夫、痛くない、怖くない、完璧、これやっぱ安心感生まれますよね。はい、こういう人にやっぱりなんか委ねていきたいですよね。はい、ですので、じゃあこの自信を持つということなんですが、自信どうやって持つかっていうと、正直自信はね、瞬間的に自分で自信を持つということも一つは考えられますが、やっぱり日々のね、積み重ねですよ。で、ここはね、オーラとかね、匂いって、まあ、ちょっと抽象的な表現になっていて大変申し訳ありませんが、僕なりの自信の作り方、毎日何か一生懸命頑張る、もうここだと思ってます。で、何かに打ち込んで一生懸命頑張ってる人って、なんかね、やっぱりいい表情になるし、声の張りも出るし、なんかね、オーラとか匂いって出るんですよね。これが人から見たら自信になると思います。はい。ですので、この1から7、いろいろございますが、まずはね、できるところからやっていただければよろしいかなと思います。お客様としっかりいい関係を築いてね、ご契約や何か販売できたときに本当に一緒に喜び合えると対等な関係を築いていただいて、仕事をもっともっとね、楽しんでいただきたいと思います。以上。